天空に浮かぶ一羽のガン、タドヘの絶景に心を奪われて巣を作りました。5000年の歴史を誇る海の上の湖、今日より明るい明日、未来の海洋強国を目指す島アン島。朝鮮半島を懐に抱き、未来へと導く湖の村があります。ヨイドの面積の 1.4 倍、海岸線の長さは29キロ、形がガンに似ており、その名がついたアン島、別名海の湖と呼ばれるアン島の港。台風の影響を受けない天然の要塞として、古くから沿岸防衛の要衝とされてきました。2007年、沿道橋の仮設工事を行った時に、新石器時代の遺跡がたくさん発掘され、注目を浴びました。特に黒曜石の発見は、当時から日本と交易があったことを示す貴重な資料となりました。500人を超える安島の住民の願いがついに叶いました。着工から5年、雲島と安島を結ぶ素晴らしい沿道橋が誕生したのです。海を開き、心を結ぶ命の架け橋です。島の生活の不便さを仕方なく受け入れてきた安島の住民たち、彼らの願いが天に届きました。安島の豊穣の海は、リゾートを楽しむ人たちだけでなく、海で生業を営む人たちにとってもかけがえのない恩恵の源です。いつでも誰にでも豊かな恩恵を与える海。希少な海女が安島に行けば会えるのは、その海が豊かだからに他なりません。海女は素潜りの名人です。カゴ一つを拠り所に何度も潜り続けます。それが生きることであり、家族を支えることなのです。安島漁村系の共同体に属して活動する6人の海女たちは、この豊かな海のおかげで収入も安定しています。海が島の生命線である以上、むやみな乱獲は自分たちの首を絞めることになります。安島の漁村では、放流などによって生態系のバランスを保つ努力を怠りません。かつてはその魚群の濃さが自慢だった島の海、安島の漁師たちは取る漁業から育てる漁業への模索を始めました。2001年に政府は、チョンナムタドヘ型海洋牧場事業を指定、安島を中心に豊かな海を育てるための努力を続けています。安島の海は餌が豊富な上、台風の影響を受けにくい地形のおかげで、安定した管理がしやすく期待されています。魚も快適に暮らせる人工の海中都市、そこで健康な海産物を育て、漁業関係者には収入の拡大を図り、消費者には安全で新鮮な海産物の供給を行うという、一石二鳥の事業を行っています。韓国の漁村の過去と現在の比較ができる歴史遺物館は、安島の必見スポットの一つです。2006年、
全国最優秀漁村系の大統領賞を受賞した安島。ここは韓国を代表する漁村体験村といえます。安島の漁村体験村では、磯釣りや船釣り、アマド楽しむ体験イベント、無人島で行う独自のプログラムなどを常時運営中です。汚染されていない自然を誇る安島。海以外にも見どころは盛りだくさんです。島の潮風を浴びて育つ地元産のオガピは、自生する一般的なオガピよりもトゲが太く、疲労回復に役立つ健康補助食品として注目されています。海抜200メートルというやや低めの山、サンサンへは整備された散策路が伸びています。視界が開けると雲列島を一望できるパルガクチョンが現れ、一休みして向かえばサンサン頂上ののろし台に至ります。作られた年代は不明ですが、緊急事態になると遠くに見える雲島ののろし台と連絡を取り合っていたようです。その他、トンゴ貯水池、毎年恒例の日の出祭りや古い石垣の残る散策路など、平和な湖の村の穏やかな情緒を楽しむことができます。島の自慢は何といっても海水浴場。安島には砂の美しさから名のついたペップンポ海水浴場や、波の浸食で丸くなったイヤポのモンドル浜があります。夏の思い出作りには最適です。四季折々の魅力を持つ安島は、家族連れでゆったり宿泊できる施設や大自然の中でさまざまな体験ができるキャンプ場を備え、取れたての海の幸から島民の温かい人情まで味わえるリゾート天国です。母なる自然に私たちが恩返しをする番です。手遅れになる前に海の生態系を本来の姿に戻し、後世に豊かな海を残さねばなりません。海鳥舞う紺碧の海に希望の帆を立て、かつての素晴らしい漁場をよみがえらせます。無限の生命の源である海から、新たな道を懸命に模索する漁師たち。海の未来を担う湖の島安島が皆様をお迎えします。